妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、スウェーデンのティア8プレミアム重戦車、トーンバンさんだね。うむ。マップはノルマンディ上陸作戦でおなじみのオーバーロード。マッチングはティア8オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、東の小道か、窪地狙いで戦っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、いい感じにばらけてるのかな？重戦車部隊がビーチに行っちゃってるけど、東多めのこの展開は、悪くないよね。そうだねお姉ちゃん。ただ、このままだと東の小道は、大人数になっちゃいそうだね。むそれもまたポジションかぶりが起きそうで芳しくないね。そしたら東の小道は牛さんたちに任せて、私たちは窪地狙いで動いちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。中央方面をチェックしつつ、入れそうなら窪地に入ってみるね。む。頼んだぞ妹よ。ふーむ。今のところ窪地に張り付いてそうな敵はいない感じかな？そうだねお姉ちゃん。それに東の小道を進んでる味方さんが多いから、窪地よりそちらに気を取られていそうでもあるよね。む。となればここは、一気に窪地を抑えに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、ここまで堂々と入り込んでも六冠の反応なしってことは、窪地狙いの敵はいないっぽいね。いいね、お姉ちゃん。そしたら背後味方中戦車さんとかが守ってくれてるし、私たちはこのまま正面の窪地の縁から、誰か狙えないかトライしてみようか。了解だよお姉ちゃん。ふむ、東の敵の背後が狙えそうかな？ナイスショットだ妹よ。それとダブルバレルさんが見えたから、次はダブルバレルさん狙いでいっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。東は味方さんが取っちゃいそうだもんね。む。東は味方さんに任せて、私たちは中央方面の牽制が良さそうだね。ナイスショットだ妹よ。障害物の関係でうまく見えない中、よくぞ当てた。ありがとうお姉ちゃん。そしたら今度は手前の 50TP さんを狙うね。むう、スコジーちゃんの攻撃か。あう。私たちの攻撃はアーマーノットヒットになっちゃった。おそらく離体をかすめて、車体の下を通ってっちゃったっぽだね。この次だけど、同じところからだとスコジーちゃんが怖いと思ったけど、今なら砲塔が建物の陰で、こちらは見えないかな？あわう。またアーマーノットヒットになっちゃったよお姉ちゃん。むう、なんか相性悪い敵だね。と、あれに見えるはさっき私たちを撃ってきたスコジーちゃんかな？反撃しちゃうねお姉ちゃん。あう。車線ダメそうだね。む。スコジーちゃんは諦めて、右のダブルバレルさんを撃っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしたら六冠の反応はないから、引き続きこのままここで狙撃と行こうか。さっきのスコジーちゃんにも反撃したいし、何より北東部隊の援護ができるからね。と思ったけど、チェコさんが接近中だね。50メートルルールが厄介だから、ここは移動を追って、スコジーちゃんだね。ナイスショットだ妹よ。そしたらお次は、フライパンさんが撃てそうな感じかな？了解だよお姉ちゃん。狙ってみるね。ナイスショットだ妹よ。このままリロードを待って、倒しちゃうとしようか。わかったよお姉ちゃん。チェコさんが少し気になったけど、引いたようだね。予定通りフライパンさんを撃っちゃうね。ナイス撃破だ妹よ。これで北方面はクリアっぽいし、リロードでき次第、次は正面のチェコさんに襲いかかっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今チェコさん発砲したから、一気に行っちゃうね。む。敵のリロード前に、仕留め切っちゃいたいところだね。ナイスショットだ妹よ。よしよし。ナイス撃破だ味方さんだね。残す敵は敵陣奥と、ビーチかな？そうだねお姉ちゃん。それで敵陣奥のスコジーちゃんには間に合いそうにないから、ビーチの敵狙いで坂道を降りてみるね。む。ウミガメさんは元気っぽいし、その方が撃てる機会がありそうだもんね。よし、オートラさんがこっちに来てくれてるね。撃たれてもいいというか、
むしろ撃たせるつもりで堂々と進んじゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしたらウミガメさんも、私たちと戦いましょうですよ。あ、そこはダメ。そこだと味方さんに、そうそう、カモンなのですよ。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2746、キル数4、アシスト286、棒ダメ330。スコアは1043でチーム内4位、2バッジをゲットだね。今日のバトル、開幕から鮮やかな連携で東を確保、からのそのまま順調に勝利と、序盤の味方の連携が全てを決めちゃった感じだったね。本当だねお姉ちゃん。しかもみんなスコア上位だったし、いい感じだったよね。うむ。終始は、禁断ばかり使っちゃったけど、貫通率が高くいい感じの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。